Hey guys, what's up? So today we are going to be reacting to the Dokkan Now Volume 2 update. So, a guess for me today is probably that they're going to do something around the Bard Up, like everyone's been saying. I'm not going to go too far into the guess because I did kind of see part of it, but I didn't see the whole thing, so let's jump into it real quick. So, let's go! Hello, salut, annyeonghaseyo, ni hao, 世界の皆さん、こんにちは。Oh, that, the quality on this is really bad. Sadly, I didn't get to watch this live. It is 3 o'clock in the morning for me, so I woke up pretty early. I didn't get to watch this last night, so we are going to be reacting to it. It's just... hold on, why I fixed this. Pause break. Alright, now that we got that fixed. Yoshi desu. Tsui ni, Dokkan Now, Volume 2 ga...配信となりました。拍手。いやーありがとうございます。今回ボリューム2を公開したのもたくさんの方にボリューム1を見ていただいたからでございます。本当にありがとうございます。またドッカンナウへの感想や、ゲームへのコメントなども、本当に多くいただいてありがとうございます。動画が良かったとか音質が悪いとかプロデューサーが固いよみたいなことをいただきました。今回はもっとリラックスしてお話できればなと思っております。いただいたご意見であったりは、今後の制作や、ゲームの運営の方の参考とさせていただきます。突然ですが皆さん、今週3月18日何の日かご存知ですか？ご存知ですかね。3月18日、こちらなんですけれども、 Alright, hold on one second. Alright, sorry about that. Last problem of the day. ご存知ですかね。 We all know what March 18th is. 18日、こちらなんですけれども、サイヤとなっております。なぜ3月18日がサイヤの日かと言いますと、日本語で語呂合わせでサイヤとなっておりまして、Oh, okay. I didn't actually know that. 読むことができるといったものになっております。ということで、ドッカンナウボリューム2ではですね、まもなく開催されるサイヤの日に関連したキャンペーンをご紹介したいと思います。こちらのキャンペーンは日本版と同時開催のため、時差の関係で地域によって3月18日から前後する可能性がございますので、あらかじめご了承いただけますと幸いです。はい、まず今回のサイヤの日なんですけれども、バーダックの物語がモチーフとなっています。サイヤの日ということもあってですね、バーダックを人にたくさんのサイヤ人が出る、そういったキャンペーンとなっています。それでは早速キャンペーンの詳細を紹介していきます。まず一つ目なんですけれども、新イベント歴戦のバーダックチームが開催いたします。Okay. こちらですね。こちらのイベントでは24時間ごとにバーダックチームの参加者を募集することができると。ゲニューフォースイベント。登場キャラクターなんですけれども、トテッポ、トーマ、セリア、okay. バーダック。I like the art.となってまして、 okay. 週末はこちら5体のキャラクターのそれぞれの潜在能力だ。 So these are free to play units. All right. すでにあるギニュー特戦隊のスペシャルトレーニングなんかをイメージして。 Y'all know definitely I'm going for this. I'm gonna do it on probably on. Sorry, I'm talking to this. I'm probably gonna do this on my JP account first. So I'll do a video on it.LR バーダックチームが、look at that! 今回ですね、こちらの LR バーダックチーム、That's beautiful! 必殺技と LR なので超必殺技、動画を2本お持ちしておりますので、ご覧いただければと思います。それでは、どうぞ。Okay, this is their 12 key. Okay! Alright!I like it. Are we getting great apes of them? Yo! Okay, that's sick. That's amazing. The stomp! That is amazing. こんなにたくさんの大猿が出るの、必殺技ですが初めてなんじゃないでしょうか。しかもかっこいいんですよね。すごい。この LR バーダックチームなんですけれども、新カテゴリーバーダックチームのカテゴリーになっております。That's a good free to play unit! またキャラクターのアタックとディフェンスを強化して、その味方がバーダックチームならさらに強化されるようになっております。そのため今回のイベントに仲間にできるバーダックたちはもちろんなんですけれども、これまでのセリパやトテッポといった
キャラクターたちも強化できる非常に強力なサポートキャラクターとなっております。ぜひ一緒に編成してみてくださいね。さらにこの LR バーダックチームを仲間にするためにはですね、2つの育成条件がございます。それはこちらのイベントで仲間にできる SSR キャラクター5体を独完覚醒して、かつ潜在能力を 100% 解放することでございます。皆さんもぜひこの新イベントで LR バーダックチームを仲間にしてみてください。 Yeah, I'm definitely gonna need that. はい、次は皆さんお待ちかねの新キャラクターの紹介でございます。今回Barda? 新登場するフェス限定、yeah! けれども、こちらも実はバーダックとなっております。 Come on, let's see that super attack. 必殺技演出からご覧いただきたいと思います。どうぞ。Yo, that flip is cool! Yo, okay! Yo! That was amazing! Wait, did that show him as AGL? AGL's getting another unit that powerful? What the? Dude, that's a key plus four!波及選手カテゴリーの、no. カテゴリーリーダーとして活躍いたします。よーチームはもちろんなんですけれども、ブロリーとかパーフェクトセル、デビュー、こういった新たにリベンジカテゴリーが追加された形のリーダーとしても活躍が期待できます。威力がプラス4されるというところもあるので、必殺技が非常に発動しやすい。 That is amazing! 続いてパッシブスキルの What is the passive? 通常でもですね、アタックとディフェンスを強化することができるんですけれども、okay. 下級選手カテゴリーから1体についてアタックが 10% 上昇することができます。つまりですね、先ほど Yo, that's actually pretty good. 仲間にできるセリパ、トテッポといったバーダックチームキャラクターと同じパーティーにすることによって真の力を発揮できる。That means you can run with his, さらに最強の LR の敵がいるとき、全属性に効果抜群で攻撃をすることができます。フリーザですとかチルドです。そういったキャラクターが敵として登場する場面だと、より活躍が期待できるといったキャラクター。Is he like the counterpart for? Does that mean we're getting an active ability? いるので、3月の前半に登場したクーラー、こちらをリーダーにしたパーティーに入れても活躍できるといったキャラクターでございます。そして、なんとこちらのバーダー、We're getting an active skill! アクティブスキル持ちでございます。Super Saiyan Barda。ボイス入りのアクティブスキル持ちでございます。Super Saiyan Barda。Come on, give it to us!スーパーサイヤ人と変身することが、yes! Yo! まずはそちらの変身演出からご覧いただきたいと思います。どうぞ。 That's pathetic. Me! Me! I'm going to defeat you! Yo! Okay, what is this super attack? いやー、かっこいいですね。イラストもこちらになってるんですけども、イラストも非常によくできています。演出もかっこいいんですけれども、性能面も非常に強力なキャラクターとなっています。 Now you know we going after this Barda。 より攻撃に特化したキャラクターになるのですが、極系の敵を攻撃するときには全属性に効果抜群で攻撃することが可能です。 Yo! 登場から5ターンの間、気力がプラス3、回心と回避率が 18% で、強力ダメージも 18% 軽減されます。気力がプラス18% なので、サーリアになっていますね。そしてこちらの場合、 I see what you did there. 変身前は必殺技を発動するたびにディフェンスが上昇するんですけれども、上昇したディフェンスが、ね、変身後になっても引き継がれます。つまりですね、今まで貯めてきたディフェンス値を気にすることなく、状況によって攻撃特化のスーパーサイヤ人バーダックへと変身することができます。 Yo! ドラゴンヒストリーとかネット悟空伝みたいな、yeah. 攻撃力が高い長期戦、Yes, definitely. ディフェンス値とても大事になってる。Dude, running him with Gohan's gonna be amazing. なるのではないかなと思っています。またですね、悟空伝には純粋サイヤ人や変身強化といったカテゴリーを含んでクリアっていうミッションがあると思うんですけれども、こちらのバーダックどちらも属しているので重宝するのではないでしょうか。それでは皆さんお待ちかねだと思うんですけれども、そんなスーパーサイヤ人バーダック変身後の Yes 演出をご覧いただきたいと思います。こちらどうぞ。Ah, that gave him the legend spin! Yo! That's hot. That's hot.
Yo. Yeah, かっこいい。Yes. かっこいいですね。めちゃめちゃクルクルクルって回る。They gave him the legend spin. こちらの必殺技なんですけれども、相手のディフェンスを大幅に下げることができます。いや、パッシブだけじゃなくて、この必殺技の効果も非常に攻撃的になってるんですね。黒髪の時はディフェンスを上昇させて耐えて耐えて、スーパーサイヤ人化することで一気に攻撃的になる。Yo, actually that's not bad. That's definitely good for a long-term battle. といったところで新キャラクターのご紹介は以上となります。皆さんもぜひこのバーダム仲間にしてみてください。実はドッカンナウボリューム2はですね、まだ終わりじゃないんです。まだですよ、まだですよ。実はですね、今回皆様お待ちかねの新アイテムをご紹介させていただきたいと思います。それがこちら、アクト回復アイテム熟成肉でございます。 That's awesome. こちらのアイテムなんですけれども、使うことによって That'll give us a lot of time to save dragon stones. アクトが回復できる、yeah. そんなアイテムとなっております。いや、めちゃめちゃ便利ですよね。皆さん、そう、That's gonna be definitely good for newcomers. こちらのアイテムなんですけれども、大きさによってアクトの回復量が異なります。熟成肉小はアクトを20回復しまして、熟成肉中はアクトを60回復するアイテムとなっております。いや、小中があって、まあ、大があるわけなんですけども、一旦小中だけ今回は。 Okay, so they're only releasing the medium and the small for the moment. こちら今回サイヤの日キャンペーン中の初回ログインのタイミングで、この熟成肉中を3つ皆さんにプレゼントさせていただきたいと思います。ぜひこのアイテム使ってサイヤの日キャンペーンのイベント遊んでみてくださいね。はい、といったところで、本当にこちらで最後になるんですけれども、最後はいつもドッカンバトルを遊んでいただいているユーザーの皆様へ感謝の気持ちを込めまして、龍石をプレゼントさせていただきたいと思います。今回は龍石を5個プレゼントさせていただきたいと思います。 Alright, that's a single summon. ドッカンナウ後輩は3回で回復をさせていただきます。こちら使ってぜひバーダックのドッカンフェス弾いてみてください。はい、以上サイヤの新アイテムのご紹介でございました。ドッカンナウボリューム2はこちらで以上となります。お楽しみいただけましたでしょうか。ボリューム2の感想をコメント欄でお待ちしておりますので、ぜひ書き込んでください。またドッカンバトルの最新情報は公式の Facebook、Twitter、Instagram で配信中となっております。ぜひフォローしてください。それではまた次回のドッカンナウで会いましょう。バイバーイ。Alright, so that was pretty sick. I am definitely going to be summoning on that banner because I want that Bardock. Yo, and he's an AGL unit, which is amazing. So, I hope y'all enjoyed this video. Make sure to leave a comment down below of what y'all think about the Dokkan now. And the link to this video will also be in the description, so go check it out for yourself. And go show them your support. Thank you very much for watching. I'll see you on the next one. Peace.